僕の浮き上がりって他の選手と比べてもちょっと特殊なあの形をしているんですけど、スタートをダイブで飛んで浮き上がってくる時のスピードっていうのがやっぱり一番速くなってるので、そのスピードを殺さないためにあのこれは水を本当にたくさんかいてその進む浮き上がりじゃなくて、なるべく抵抗を少なくしてあのその勢いを殺さないようにする浮き上がりになってます。前側から持ってくる手で水をかこうっていうよりは、水を、体の、その、まあ、背中側から水がこう当たっているのに、その体の前側に手をこう持ってきて、その隠してもうかいてる位置まで持っていっちゃおうっていうものになります。で、その、かき切った時にはもう片手でまあストリームラインを組んでる形になるので、抵抗としてもかなり少なくなってるっていうのがこの浮き上がりの特徴になります。